ナキシンフリューインサートは中国、北京に本社を構えるノックスデジタルエンターテインメントが設計、開発などを手掛けている YouTube 分析に特化した無料のウェブサービスである YouTube に投稿された動画やチャンネルを分析しチャンネル別や動画ごとの閲覧数評価数の推移やチャンネル登録者数などの情報を閲覧できるマーケティングに役立つ無料サービスをコンセプトにしている 2018年1月より日本での展開が開始されコアな YouTuber の解析分析機能に特化した無料ウェブサービスとして現在も開発改良が続けられている。ナキシンフリューインサーは YouTuber 向けに特化したインフルエンサー向けマーケティングサービスとして様々な分析機能をパッケージングした無料ウェブサービスとして開発された。チャンネル登録者数や 再生回数、国ごとのランキングなど多彩な切り口でランキング表示させた分析機能も実装している。また、YouTube 動画投稿者の推定報酬額を試算表示することができる。NOX デジタルエンターテインメントは、Windows と Mac のパソコンで動く、Android エミュレーターである NOX プレイヤーの開発元でもある。フリュインサーでは、 ビッグデータと AI を組み合わせた Android エミュレータのプラットフォームとしてスマホアプリの広告展開システムやマーケティングの技術や経験を活かしたアプリケーションアフィリエートプログラムの機能も兼ね備えるサービスの利用は Google アカウントでのサイン,インのみで手軽に利用可能であるサイン,インすると提携している企業からの広告案件などのオファーを受けられるようになり アフィリエートサービスプロバイダーとして機能する側面も備える。同社のサービスの X プレイヤー、公式サイト内ブログにて、泣き心不ーインサーのバグ発見提案キャンペーンを開催。止め打ったキャンペーンが開催され、ユーザー参加型のバグ報告イベントを行うなど、ウェブサービスとしての改善、アップデートを行っているのも特徴的である。YouTube チャンネルおよび、 動画の分析ツールとしての利用は登録不要でウェブブラウザからのアクセスのみで誰でも利用可能なツールである。YouTube チャンネルの URL やタイトル、カテゴリー、登録者数、国別地域といった様々な項目の組み合わせで分析を行いたい、ターゲットとなる YouTube チャンネルを検索できる。登録者数や視聴者数の合計、動画の平均視聴数、1日あたりの登録者数の 増減や視聴回数。YouTube チャンネルの広告収益の資産額の表示が可能である。腰ついべチャンネルや動画の視聴者の属性といった様々なデータの閲覧が可能である。データは日々蓄積されているので履歴をグラフで可視化し確認することも可能である。また、YouTube チャンネル登録者数に関してはリアルタイムで増減を確認することができる。 サブスクライブカウンター機能も備える。YouTube 動画およびチャンネルのランキングを地域、カテゴリーなどのフィルタリングによる相当による閲覧が可能である。スマホゲームアプリを中心としたアフィリエート広告サービスの提供機能も備える。対象国別に提供されているアプリが異なる点が特徴的である。Google Chrome 拡張機能として NOX Influencer for YouTube が 提供開始された。ウェブサービスとして、泣き心フリューインサーにサイン,インして、サイト内で、YouTube 分析を行う、従来の利用方法に加えて、YouTube のサイト内で、閲覧時に泣き心フリューインサーの YouTube、分析情報を同時表示する無料の、Chrome 拡張機能の登場により利用可能となった。過去30日間の登録者数と視聴数などの、 泣き心不留インサーで分析された情報を YouTube のサイト内で動画検索する際に同時に確認することがが可能となった。ありがとうございます。